裏金問題がどうこうとかみんな不信感持ってるんじゃないかなと思いますけどね。実質賃金とかが下がり続けてたっていうところに対しての、まあ、結果っていうのは出たのかなっていうふうには思いますかね。じゃあ野党がすごい具体的なところを打ち出してたかというと、別に私にはそうは見えなくて、なんかこう批判したもん勝ちみたいな感じになってるので、どっかにすごい期待してるっていうのはないと思いますね。だからみんな投票行かないんじゃないんですか。全然興味がないというか、あんまり見てないんで、ちょっとやってもどうせ変わんないだろうなみたいなのは思ってます。政権交代もあり得るかなっていう、なんか緊張感を持った政治に移行していくのかなっていう期待は多少はあります。政治に緊張感が生まれると自民党ももう少し気を引き締めるだと思いますし、野党も責任ある政策とかでまた論戦して、それを国会にぶつけていくっていう、その緊張感が与党野党で生まれていくような気がするんですよね。そういう意味ではいいところもあったかなとは思うんですよ。予算とか決まらないと思うよ。中途半端などっちつかずになって、人数的にもちょっと足らんで、政権交代するわけでもないと、経済対策とかそういうのが遅れて、結局国民の生活になんか悪い影響が出てくるんじゃないかなと思って。